落ち着いた配信だった。本当？よかった。そう。こんばんは。え、うまかった。やったー、嬉しい。そう、ワンちゃんの絵描きました。ネガイちゃんと犬と、でもね、即興で描いてるからね、なんとも言えないけど、ネガイちゃん。そう、ね、里長配信したい。またサダハル風？サダハル？誰誰？お仕事中頑張ってください。銀魂？似てる？そう、銀魂もね、見てみたいアニメの一つなんですよね。最近かほちゃんとアニメの話めちゃめちゃしてます。そう、あ、銀魂も長いんだね。今かほちゃんとか、そう、周りのね、仲いい人に勧められてヒロアカをずっと見てます、空いた時間に。そう、服はこんな感じ、キラキラ。え、そう、ジョジョもね、5部と1部は見たんですけど、他の部見れてないから早く他の部も見たいし、そう、見たいアニメいっぱいある。そう、何配信？これはアフター配信です、先ほどの配信の。そう、へえ、ヒューヒューも銀魂好きなんだ。ヒューヒュー、そう、アニメ好きだよね。そう、ヒロアカもおすすめされて、そう、ハンターハンターも好きだし、そう、私もハンターハンター大好きなんですよね。そう、4部いいんだ。気になる。そう、ジョジョの5部もカホちゃんにおすすめされてみました。そう、5部めっちゃ面白かった。あ、2部と6部、他のも見たいな、やっぱり。あ、ドクターストーンしてますよ、ジャンプで連載してて、最初の方は読みました。ネバーランドも漫画で読んでますね。あと鬼滅も漫画で読んでますし、意外と。うん、いろいろ。そう、エヴァも早く見たいんですよ。でも、そう、Hulu にエヴァがなかったのかな、確か。そう、半々の暗黒大陸編がまだね、私もそこ見れてないので、単行本もゲットしないといけない。アニメは最近ずっと Hulu で、そう、見てますね。あの SKE のね、ビンゴとかも Hulu で見れてたので、そう、それもあってそこに入りましたね。そう、あ、ホラーはね、おすすめされました。なんだっけ、あのジェットコースターのやつ、デッドファイナルデッドコースター見ました、面白かった。そう、なのでね、それ見てます。もうヒロアカもね、なかなか長いから
早く見てってかほちゃんに言われてるので見ないと。でも私もハンターハンターをおすすめしたので、そう、意外と趣味が合うかもしれない。ガンダムは違うらしいですガンダムはかほちゃんのあれではないみたいなので、ハンターハンターをおすすめしましたそう、 VR バンジー懐かしい。でも普通のバンジーも飛びたいですね。そう、鉄があって、 4D で上映される。 4D って何ですか？ 4D がよく分かんない。ドラゴンボールは好き。そう、悠々白書も気になってるんですよ。あのハンターハンターを書いた冨樫さんの書いた作品ですもんね。そう、 4D は席が揺れるの。水しぶきも来るの、すごっ。ワンピースは知ってます。でもあのインペルダウンのあたり、エースのあたりまでかな。新世界から見てないんですよね。そう、追いつけなくなっちゃったへえ、風もあるんだ。レベルいいね。そう、それも気になるんですよね。気になってるもの多すぎて。そう、そう、ハリーポッターもね、かおちゃん見たって言ってましたね。ハリポタも私見たことなくて、この間あの賢者の石を見てる序盤でヒロアカに切り替えちゃったので、またハリポタも見なきゃいけないのいっぱいあるね、ワノ国、ワンピース。そうなのよ。あれも気になってます。魔法科学校のなんちゃらかんちゃらってやつも気になってる。おすすめされて、んー、レベルE、そんなに面白いんだ。え、気になる。あ、そう、劣等生。そう、見る時間が全然なくて。そう、お仕事もあるし、もっとね、自粛期間中にいっぱい見とけばよかったなって思っちゃったね。そう、そう、見る時間がないんだよね。え、だからかほちゃんに、かほちゃんめちゃめちゃアニメ見る何スピード速くて、で、あのヒロアカ見てくださいって言われて、分かったって、3日後ぐらいに一緒に公園出て会ったんですよ。この間どこまで見ましたって言われて、今ね5話だよって。私の中ではめちゃめちゃ進んだ方なんですけど、え、まだ5話なんですかって言ってる間にもうかほちゃん見終わっちゃったからね早いなーって。そう、もう見終わったらしいですよ。で、昨日もお話ししてて、連絡取ってて、通算なんか35時間だったかな分あるから、丸2日見れば終わりますよみたいな言われて丸2日ね、ぶっ続けで見るのなかなかだよってだって1日5時間使ったとしても1週間かかるから、そう、1日5時間アニメ見るのも相当だと思うんですよそう、だからね、全然進まなくて。
そう、そうなの。だからハンターハンターもすごい長いから、そう今おすすめしてます。ハマってもらおうと思って、おすすめだよって。そう結構調べると、ジョジョとヒロアカ好きならハンターハンターも結構好きな人多いみたいなので、そうおすすめしてます。ゼータガンダムノンストップで全話すごい。そう本当に、そうなかなか大変。そう見たいアニメいっぱいある。そうほんとに最後そうだよ、カミーユみたいになっちゃうあ旅団いいですよね。マチが好き、旅団。そう大変。ゼータノンストップはやみそう、まあ、主人公がね病んじゃうからねやみそうは髪結いになっちゃうぶっ続けてみたら髪結いになっちゃうね。まあダブルゼータまでいけば明るくなるけど大変だよ中和しないと大変。そうだから今はねいろんなアニメを見たいなって思ってますね。全然漫画とか送っていただいたら読みます。ほんとうん、ね、ダブルゼータもそうだからね、結構かほちゃんがもともとアニメそんな見るタイプじゃないって一緒に配信した時に言ってたんですよ。このショールームでコラボ配信した時にかほはあんまりアニメ見ないからなって言ってたんですけど、見事にアニメに今ハマってるみたいで、来たって思ってますね来たぞ。なので私の好きなアニメとかも引きずり込む、沼だね。それこそ沼にハマってってくれたらなって、お互いに面白い作品共有できたら楽しそうって思いますね。そうそれこそジョジョの5部もジョジョなかなか見れずにいたんですけど、そうかほちゃんにめちゃめちゃおすすめされてブチャラティ愛を永遠と語られてたので、もう見たんですよ。もう見たら私もハマっちゃいましたねそう本当に沼。アニメじゃない、アニメじゃないそうだからね結構気になるね。なんだっけ、ダイヤモンドは砕けないみたいなあるよね、ジョジョ。あれは何部だろう、そう、あダイヤモンドが4部、あこれが4部ね。そうガンダムはね力説しても伝わらなかったそうあ4部やっぱり。そうこのダイヤモンドおすすめなんですか、気になる。なんだっけ、上空城城太郎みたいな出るやつが結構定番なジョジョのイメージ。黄金の風は面白かった、そこから見たんですよ。1部も2部も3部も4部も見てないのに、4部じゃなくて5部を見たら普通に楽しかったので、あ、そうなんだ
丈太郎は三部。あ、そうなんだね。うんうんうん、なるほど、思った。五部の最初に出てきてるなって思った。誰だろうっていう人は。うん、そうだよね、セーラームーンのね。すごい。刺さらなかったものか。なんだろう、刺さらなかったもの。刺さらなかったものっていうよりは、途中でそう終わっちゃったものは結構あるかも。他のやつ見始めちゃったっていうのは、そう長いからっていう。そう、あ、4部から見ても大丈夫なんだ。ドラゴンボールは割と見てた。そう、エヴァは見たいんですけど、そう、フールになくて見れてなくて。そう、エヴァ見たい。いいですよね。ああ、ナルト。ナルトはね、最初の方だけ見たことあるけども、結構前だから、また見返してみたいですね。うん、わかる。見返したらいいっていうのありますよね。うん、気になる。エヴァ見たい、早く。遊戯王は見たことない。カードゲームじゃなかったっけ。すごいそのイメージ。そう、私もヒロアカを最近見始めました。ナルトは中忍試験まで見てた。もうどこ、結構前。あ、やっぱりカードゲームなんだ。アニメもあるんだ。へえ。あ、そうなんだ。そう。だからね、いろいろアニメを見たいですね。そう。でもなかなかね、時間がね、なくって。ヒロアカでもさ、1日5時間見たら1週間かかるんですよ。でも1日5時間もアニメ見れないから、そう、もうちょっとかかりそう。ハンターハンターのキメラアント編でも結構2回ぐらい心折れそうだったから長くて。そう、でも面白かったから最後まで見れたんですけど、ヒロアカも結構かかりそう。悠々白書も見たい。見終わったら見なきゃ。そう、ウレカ、知らない。ポケモンはやったことないけど、ドラクエは5だけやったことあります。そう、5時間見る分にはいいんですけど、その毎日5時間撮る時間がなくて、そう、そう、お仕事がね、そう、不定期不定期っていうか、時間がね、そう、決まってないから。あ、長いんだ。そう、結構夜遅いと。でも結構、そう、生活のね、できる限り時間作ろうと思って、めちゃめちゃ生活を削って削ってアニメ見てるんですけど
なかなかね、移動時間とか何かをしながらとかになっちゃうかな。そう、エウレカ、そうなんだ、初めて聞いた。そうそう、結構かほちゃんにおすすめされるの漫画とかで見てるものが多かったかな。あ、それ漫画で見てたとか、あ、それところどころ見てたとかなら結構多い。エウレカ調べよう。エウレカ、危ない危ない、ヒロアカが流れちゃうとこだったエウレカセブンハイエボリューション1。へえ。地球上を背負う情報生命体スカブコーラルと人類の戦いが巻き起こした世界の危機、サマーオブラブ。その危機から世界を救ったのはアドロックサーストンだった。これかな。へえ。いいね、やっぱ見たいものどんどん増えちゃうな。これか。うん、これか。なんか、なんだっけ、リゼロとか、そう見てる時期にちょうど12周年始まっちゃって、練習しないといけなくなって見れなくなっちゃって、あれも結構最後の方まで、第一期の最後の方まで見たんですけど、そうまだ 見切れてないので、それも見なきゃいけないし、そういろいろ、ジョジョも一部と五部しか見れてない、そういろいろ見なきゃ昔まではね、握手会とかで新幹線の時間があって、そう携帯する時間も多かったんで見ることもできたんですけど、そうなかなか、4部、4部見なきゃ、めちゃめちゃ人気だ4部。そうほっこり日常系なんだ。うん、すごいね。まあ徐々に見てください、この間の公演の時にスタッフさんがこうやって説明をしてたんですよ、ステージのことで。こうやって徐々にはけていってくださいみたいな話をした時、徐々っていう風に思ってたんですよ。そしたらカホちゃんも思ってたみたいで
すごいなんかあジョ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 だって思っちゃってましたね。そうベースがジョジョそう気になっちゃう。ジョジョにはけてってください、ジョジョにはけてってくださいってそうあれ思っちゃったね気になっちゃったねそうなんか結構話してて、これは本当に無駄だなみたいな話をした時に、無駄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 だ無駄だみたいな話をしてて、もう結構言っちゃうんですよ、無駄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 って二人とも影響されてるなって思いますね、アリーベデルチ結構影響されてますよ。まあ、カホちゃんとか見たの1年前なのにもうめちゃめちゃいい感じの病気、本当にそう、二人ともずっと笑ってる。すごい、結婚式でジョジョ立ちでポーズ、面白そう。チャリオット、そうなかなか影響されてます。うん、確かに漫画で見るのとね、これをどうやってアニメにするのかすごい不思議になりますよね。なので最近かほちゃんとアニメの話をたくさんしてますね、そう一部出てこなかった、なんかあの仮面の話でしたね。そうジョジョはアニメで見てますね。ハマったアニメはやっぱり単行本も全部欲しくなっちゃうよね。あー確かに声優さんが自分のイメージにハマる、確かに確かに、最初に漫画で読んじゃうと結構あれだよね、あこんな声だったんだ想像と違うかもってなったりするよね。そう、ね、ブチャラティコスプレかほちゃんする予定って言ってたもんね。でもあれ地毛でできるもんね。そう私もこの間思ったんですよ、地毛でできるコスプレって何があるんだろうって、キャラクターのコスプレで何があるんだろうって考えてたんですけど、地毛でできるハンターハンターのアルカとかアルカとかなら地毛でできるなって思ったんですよね。あれだったら可愛い、黒髪のロングだからできそうって思って。おっと、お誕生日おめでとうございます。初音ミクは髪色なんかすごいエメラルドグリーンみたいな色じゃないですか。そうだから地毛ではできないなって思ったんですよね髪の毛が立ったゴン、上に上げるの大変だからちょっとそう、あれはなかなか厳しいです。そう、
ハンターハンターのカイトの声がめちゃめちゃあのシャアの声で気になって気になって気になってめちゃめちゃシャアだなって思いましたね。そうなんだ。いい声だなって思いますね。ゴンのコスプレ、ゴンの緑の服はいいですよね。シャンクス赤髪にしなきゃ。ブラックロックシューター、知らない。そう、握手会でウィッグ今までつけてたんですけど、やっぱり大変なんですよね、ウィッグ。チクチクするそう。で、楽屋で外すと、まあなかなかすごいことになってるんですよ。でそれで言い続けるのもあれなのでウィッグはそれなりの心構えがないとできないそう、だから手軽にできる黒髪ロングのコスプレって何があるかなって思ったんですよね。そう、蒸れるっていうよりも地毛が長いから、ここに収納してると地毛が刺さってチクチクするんですよそう、そう、ルール化のコスプレをした時が確か真夏とかで、ポートメッセ名古屋とかでしたと思うんですよ、記憶だと。でルール化も髪が長いから、あの本当に絡まって仕方なかったですね可愛かったし楽しかったし、すごいまたやりたいなと思うけど、なかなか大変でした。ああセーラーマーズね、確かに。そう思うとカホちゃんのブチャラティはめちゃめちゃいいなって思いますね。ハマーン様は、あでもウィッグつけてる時点で結構大変かな。セーラさんもそうだけど、でも楽しかったコスプレ。もう覆面まで来ちゃうとファンの人からね言われますね、顔が見たいって絶対言われると思うんですよ。そう、あと2分で終わりますね。またね、今年は握手会ができなかったのが残念ですね。やっぱりトーク会とかはあったけどね楽しかった。皆さん、今日もアフター配信ありがとうございました。結局アニメの話しかしてなかったけど、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしてます。写真ありがとうございました。皆さんいい風呂の日なので、ゆっくりお風呂に入ってください。バイバイ、ありがとうございます。